誘ってツーショットトークをお楽しみください。女子からなんね。うわーガツガツいくね。エクハはツーショットタイムでしょ。あ、昨日のもううちらが代わりにやるって感じだね。そうですよね。やっけんだけど、いやだってふみふみと話したいです。ふみふみ、うん、ちょみひゅうがくん、ひゅうがくん内股プル、内股プル。でもこれ被ってもいいんじゃないんですか。いいけど多分うち話すことないよ。うちは一番ミリアがどういう冬に行くのが一番楽しみだよ。私ですか、私ですか、ヒューガと。でも今回ぐらいはちょっと頑張ってみようかな。あ、本当に。いや、ミリアはもうがっついていってほしい。私はもう食べてほしい、食べてほしい、じゃあコーヒーいただきます。その勢いでいきます。あ、確かにギャウッとね。ギャウッなんか昨日の夜からやってくれ、なんか全部を本当に率先してやってくれるじゃないですか。あ、洗い物とかも嫌なはずなのに男の子がやってくれたりとか、ゴミ集めてくれて捨ててくれたりとか、めっちゃ意外だなって思ったのと、そう、じゃあサーフィンで、うん、そのすれ違った時に夏がもうこう乗っててピーってこうやってこいでて、隣からピーって来た時になんか頑張れよみたいな、ちょっと遠目なのに言ってくれた時に、でミリアにも言ってたじゃん、はい、だからそういうところの平等に気遣えるんだなって思ったのがちょっとポイントだった。天然なのかもしれないよ。あ、天然はちょっとダメだぞ。天然は一番良くない。ちゃんと思って言ってくれてるのか。うち意外にさ、ここ被ると思ったんだよね。ヒューガ、ヒューガで。どうですか。なんかヒューガは来ないから大丈夫。いやなんか暑苦しくても無理だけど、来なさすぎてもえってなっちゃう。それはナスカもナスカじゃん。なんか脈なしって思われちゃうじゃん、そのナスカじゃん。どうなんですか。あれ相手も難しいですよね。じゃあうちもふみふみ行くか。おお、逆にちょっと寂しくさせとく。アップルくん、あの調子いい時はしゃいじゃうから、で逆に俺はみたいな。待って、俺たち結構平等に選んだはずなのに、上司はそんなポッキリ行くんだみたいな、うん、面白くない。確かに。その後うちらが戻ってきた時にプルどういう反応なのかっていうのが、ちょっと古いじりだ。古いじりしよう。はい、第5話始まりました。始まりました。イエイイエイイエイ。前回サーフィンで、まあ、夏香と、夏香とふみ、ふみ、ペア、ミリアとヒューガ、ヒューガペアになって、いい感じになっちゃってたやつ。かなりいい感じでしたね、前回は。でね、この女子の指名でも、まあ、その通りに、速攻ね、速攻指名だったよね、ま、迷いもなく指名だったよね。なんかね、で、綺麗な迷った末にプルが余裕ぶっこいてるからとか言ってふみにしちゃうわけじゃん。まあ、なんだかんだそれを理由にふみにしたいのかなと思った。あー、話しみたいみたいな。じゃあなんだかんだキレイはちょっとふみのことを気になりつつあるのかなって感じ。てか最初の第一印象の時にふみいいみたいなの言ってたじゃん。なんか話してないからこの際大きい機会にみたいな感じで行きたいのかなみたいな、そこも気になる。何ですか。まあこの後ね、ほんと何話すかによるよね。プルかわいそうだな。ちょっと選ばれないっていう事件、まあ、しょうがないよ。じゃあ見ていきますか、はい、
一番来ないと思ったんだけど。なんで逆に、なんか普通に洗い物とかも全部一番最初にやってくれたりとか。昨日ね。そうそうそう。かサーフィンの時とか普通に2人で遊んだじゃん。うん、なんかそれがいいなと思った。そして普通に喋ってなかったから。確かに。そう2人で話すの。そう話してみてたら面白いなと思って呼んでみました。嬉しい。はい。なんかずっとヒューガーだと思ってたから。うん。昨日も、うん、ヒューガもなんか気になってるって言ってたし、うん、正直、どう思った？なんすか、うん、普通に可愛いしスタイルもいいじゃん、タイプ、あ、しました、ありがとうございます。普通に好きになってるうんってなってるそうなんだ。好きになってもいい？え、何合ってる？合ってるけど、いや、いいよ、いいと思うよ。夏に結構減る気になるから。分かった。さ、だからヒューガはなんか、うん、1日目にさ、なんか夏香があんま来られたら無理なんだって言ってた。だから多分。そうさ、キレイちゃんにも言われたんだけどね、なんか夏が気になるまで来てくれないと、あっそうってなっちゃう。来たのに難しい、扱いにくいと思う。だから、例えば仮にヒューが、まあ、多分この前言ったら夏かだと思うんだけど、俺もし夏かって言ったら全然違うじゃん。タイプとか関係ない、そんなに気にしない。気にしない。だからタイプ、タイプで付き合えたことが一回もない。まあ、理想はいるけど、実際好きになる人とは違うわけじゃん。でも今のところは一番気になってるね。よっしゃ。でもヒューガといい接戦だから、そこは負けないように。あと丸楽しかったねみたいな、うん、真剣にサーフィンの話しねえだろ。いや本当にサーフィン楽しかったよね。なんでなんで俺なの。え、なんかその誰誘うみたいな、うちらもやってたの、男らがやってみたいな、うん、でどうしようかってなって、いやうちはフミかプルだなってなってたんだけど、うちプルとぶっちゃけ話すことねえや、普通ショットでってなって。あ、結構いるもんね一緒に。そうで結構喋るし、なんかこうなったとここんな感じだと思ったから、いやなんか別にどっちもどっちだなってなって、で、なんかそのプールと一回ツーショットやってるから、じゃあうちフミ行こうかなってなったら、と思ってたら夏香もフミ行ったから、あ、え、どう、え、プール、え、でもプールうち話すことないどうしようかなみたいな思って、でもいいや、うちも被っちゃえと思って呼んだんだよね。呼んだっていうか、まあ呼び出しなんだよね、ただ単に。なんだろうな、なんかね、フミはね、なんかよくわかんない、なんかただ単にあそこの場にいるって感じがすごいする。あ、うん、だからなんかそのどういう策略なのかなとかも分かんないし、誰のこと気になってるのかなとかも目見てても分かんないから、その誰を目で追ってるとかも分かんないから、うん、ちょっとなんか話そうかなって感じだった。そういうことね。別になんか好きな子がいたら手伝おうよみたいな感じ。ああ逆に、うんうん、そういうこと。え、ぶっちゃけ今誰気になってるの？え、ぶっちゃけ、うん、でもさっき夏香が来たのはマジで何考えてなかったっていうか。ああそうだよ、うちの意外だった。全然そう予想外だったから、素直に来てくれたの嬉しかったし、
そう、その今日サーフィンの前まではなんか2人で話す機会とかもなかったから、うん、実際でも2人でいたら楽しいなって思うし、まあ、夏香もいいなと思ってる。そうだよね、うん、でも夏香かわいいじゃん、うん、でさあのタイプじゃなかったっぽいじゃん今までなんかその経験したタイプでは、うんうんうん、なんか新しいタイプじゃん夏香って結構読めなくない？キャラからしたら。あ、じゃあ読めないタイプの女が好きだっけかな。あ、俺結構追っちゃうかもしれない。あ、なに、じゃあミステリアスな女が好きな感じ、謎いって。そういうこと。あ、また二人で話そうじゃん。あ、じゃあそうしよう、うん、じゃあ応援してるわ、うん、夏香のやつ。なっちゃんでなくてごめんなさい。いや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 、ワンちゃん来ないかと思ったから。どういうこと？誰も。そう。なんで？いや、まあそういうパターンもあるじゃん。まあ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 、なくはないけど。びっくりした。ぶっちゃけもうガッツリなっちゃうでしょ。まあかなって思いつつもある。でも、うん、ぶっちゃけさ、夏香とふみが見ちゃったのよ、めっちゃ遊んでるの見て、おぉマジかみたいな、おぉマジかと思いながら俺サーフィンしてたの、うん、そこで波乗っててさ、うわ一番気まずいこれみたいな、うん、一人でサーフィンやりながらチラチラ見れてるの、うわマジかよみたいななって、で、まあでも最後に二人乗りしたじゃん。したね。あれはなんか普通に楽しかったと思った。私も楽しかった。私そこでめっちゃけちょっと気になる。おぉ、マジで、マジで。だから来た。そう、ま、マジで。あれだ、どういう人が好きなの？タイプとか。タイプ？私タイプあんまなくて、本当に結構好きになって、好きみたいな感じだけど。なんかでも、一緒に行って楽しい。大事だよ。大事、すごい大事だと思うし。俺めっちゃ、俺それ大事だもん。だってさ、楽しくないときつくない？本当に、なんか一番気まずいのね。まあ楽しみつつ、頑張っていくって感じだね。そうだね。じゃあ冷めてくから覚悟しといてね。覚悟はしとくわ。じゃあしといて。元気？元気ですよ。どうした後輩？元気か？久しぶりです。どうしたの？なんかバット入ってない？いなんでなんでなんで？いや飲んできた。なんで来た？いや飲んできた。いやちょっとさ、なんかそのまあエッグハウスの運営さんからちょっと良平相談室を開いてほしいということで、ちょっと。迷える後輩がいるっていうことで連絡を受けてさ、東京渋谷からも飛んできました。なるほどですね。で、プルは現状誰好きなの？誰？僕は、うん、キーリップかミリチャムかな。キーリップかミリチャム、キーリップかミリチャム、一択にしなさい、一択に。だからだよ、だから迷ってんでしょ。ねえ、分かってる。チャラいから、それ二人狙うのは、ダメだよ。キーリップの方が上。ちょっとキーリップにしなさい。キーリップ一途に、キーリップを思って、キーリップのために行動すればいけるって俺は振られたけどさ。俺は振られたけど。これ相談になるんですか？わからない。わからないけど。振られた人が相談してきた。そういうこと言うのやめてもらっていいですか？渋谷から電車ちっかいしていただけ。ちょっと一回。はい、本当に。いや、ありがとうございます。ありがとうございます。なるほどね。まあ俺もさ、長年さ、プルとさ、
まあ一個差だけどさ、一応、まあ、なんか友達みたいな感じでやってきたじゃん。だ普通に何も聞かないで分かるのはプルは暴走しちゃうの、そういう癖があると思う俺はね。多分みんなが集まってる時とか周り関係なしウェイウェイウェイみたいな感じのことが少なからずあると思う。確かに。でしょ。でもやっぱさ、そういう面も見せながらさ、なんて言うんだろう、優しい、例えば2人になった瞬間にさ、優しいさプルの一面が見れたらさ、また女の子がギャップでさ、キュンとなるわけじゃん。作戦考えなきゃ。そうだ、うん、ダメよブレちゃん。どうしますか。どうしましょうね。まあ、前回さ、はい、俺もキーリプと一回八景島シーパラダイスにデート行ったのよ、はい、で、その時の、僕、あくまで僕の見解なんですけれども、はい、なんて言うんだろうね、やっぱあの子って見た目超ギャルなのに、はい、中身は誰よりも本当に乙女だし、ちょっと可愛いって言ったらもうすぐえーってなっちゃうし、だから結構扱いやすいっちゃ扱いやすいかも。だからキーリップ落とすにはまず褒める第一、褒める、女の子扱いする第二、で第三が自分次第、それしかね。オッケー。あとはもう本当ポテンシャルだと思うよ俺からしたら。オッケー。俺はポテンシャルがないから振られたの、そういうことだよ。だからさ、ちょっと俺の後輩としてさ、俺の分までちょっと付き合ってほしいな、好きな人と結ばれてほしい。まあなたの年齢にならないで大丈夫です。ありがとうございますありがとうございましたはい、ということでですね、前回に引き続きね、りょうへいくん参戦させていただきました。実はですね、2日目のこのタイミングですね、今動画見てくれたタイミングで、プルがキーリプに誘われなくてマジのバット入ってたんですよ。これちょっと裏話なんですけど結構本当にもうずっと下向いてるレベルのバットの入り方してて、で、そうですね、エッグハウスの運営さんから急遽良平相談室を開いてほしいということで、渋谷からね、えらいお兄ちゃん駆けつけて行かせていただきました。えらい、めっちゃいいこと言ってたしね。なんかめっちゃいいこと言ってた。うん、ちょっとキーリップ落とせんじゃないかなって、うん、気もしてきた。本当に、うん、よかったそれな。このメディアは気になってるけど、うん、飛ばすぐらいがいい綺麗にしなさいみたいな。でもね、ほんとね、救急車呼ぼうかレベルでバット入ってた、プルは。あ、そうなんだ。やばいやばい、結構そういうとこあんだね。ほんとに普通に泣いてたし、かわいいでしょ。あいつめっちゃ乙女なんだよ。うん、乙女ですよ。せめっちゃ乙女。でも会えばもうミリアがちょっと切ないかも。そうですね、確かにミリアがね、ちょっと。でもなっちゃんに負けないからっていう言葉はよかった。なんかエグ派で成長してる気がする。わかる、確かにね。でもフミヤちょろいね。甘酸っぱい。海はちょろいね。コロコロ変わりすぎる。多分綺麗が好きとか言ったら綺麗のことも好きになってもいいって聞いてるもん多分。相当嬉しそうな顔したなあいつ。じゃあ次見て。行きますか。行きますか。行きますか。サーフィンやってる人さ、ビッグウェーブが来る日にちっての分かるじゃん、乗るじゃん、そのサイズとかに。で、お盆の日にちょうどすごいビッグウェーブが富士急に来る予定だったんだ。で、それをもうサーファー同士行くな行くなって、絶対行っちゃダメだろ、やばいやばいってっていうのもみんな分かってるじゃん。で、そうやって言い合ってたんだけど何人か行ってるわけよ。で、みんなでもそういったらみんなで集まって行ったの、2、30人ぐらいで行ってサーフィンしたらしいんだけど、まあ、その中で何人かやってる最中にもう本当にそいつらがもうサーファーに本当になんか誰か人に掴まれて持ってかれたみたいな。お盆中でビッグウェーブがやった。でそれでもう本当にサーファーの
死人が多いから、ここがね、ここら辺ちょっとだからもうなんか若者から高齢者まで幽霊がたくさんいるって言われてる、90分よね、でも言われてる、本当に連れてかれちゃうよみたいな話です。だからもうなんかもう人がいたりしたら気をつけた方がいい。待って、今、クモの…待って、クモの巣…なんでクモの巣？いや、あるに決まってるでしょ。